ブレスト・リトフスク条約。ブレスト・リトフスク条約。リトフスク条約。は、第一次世界大戦の終結をめぐり、ブレスト・リトフスク。現在のベラルーシのブレストで締結された、講和条約である。条約は一つであるが、立場の異なる二者によって協議が行われたため、実質的に以下の二つの条約が存在している。通常、ブレスト・リトフスク条約といって想定されるのは、 後者である。なお、ウクライナやロシアではそれぞれこの時期に、それまでのユリウス歴からグレゴリオ歴への転換を行っており、表示される年月日に混乱が生じがちであるので注意。以下では原則として、現代のグレゴリオ歴で表示することとする。ロシア帝国では1917年3月、ユリウス歴2月の2月革命で、ロマノフ朝の政府が倒され、政治、 経済が大混乱に陥り戦争の継続が困難となっていた。こうした中で、ウラジービル・レーニンが指導するボリシェビキ党は即時、休戦を訴え、国民からの支持を拡大していった。特に、ドイツ・オーストリアの軍隊と対峙していた前線部隊は上がって、ボリシェビキ支持を表明した。11月7日、ボリシェビキ政府は10月革命によって、政権を奪取した。 旧ロシア帝国領であったウクライナのキエフでは11月10日にボリシェビキ派とロシア臨時政府派が軍事衝突を起こした。当時ウクライナで最大の勢力を持っていたウクライナ中央ラーダ政府はこの機会に二番手であった臨時政府の駆逐を狙いボリシェビキに加担して臨時政府派をウクライナから一掃した。この後中央ラーダはボリシェビキの暴力的な革命を批判し 両政府は、険悪な対立状態に入った。中央ラーダは11月20日に、ウクライナ人民共和国の成立を宣言し、これが事実上のウクライナの独立宣言となった。ボリシェビキ政府は、中央ラーダの乗っ取りを図ったが、失敗、いよいよ武力による介入を図ることになった。しかし、12月11日に、 キエフで結構されたボリシェビキ派工作員による最初の武装鉢は失敗に終わり前線からキエフへ向かった増援部隊も途中でウクライナ軍によって武装解除されボリシェビキはロシアまで追放された12月15日に急遽中央同盟国側と休戦したボリシェビキ政府は12月17日中央ラーダ政府に対し最高通帳を突きつけたウクライナにとって 到底飲むことのできない条件を並べた通告により、即刻、ウクライナソビエト戦争が改戦された。旧ロシア帝国領内における混乱から、ドイツなど強国が、ウクライナ問題へ干渉することは不可避であると、予想された。ロシアの生命線であった、ウクライナの喪失を阻止するため、ボリシェビキは、早急なる、講和条約の締結に迫られた。ロシアと、 中央同盟国との和平交渉は12月22日、ボリシェビキ政府と同盟国側との休戦の1週間後に、ブレストリトフスクにおいて始められた。レフトロツキー外相を代表とする交渉団は、まずはじめにベラルーシとポーランドの国境の確定を、議題とした。中央同盟国側の代表は、ドイツのマックス・ホフマンであった。これに、エイリヒルデンドルフやトルコのリヒャルト・フォン・キュールマン。 オーストリア・ハンガリーのオットカル・チェルニンらが加わっていた。しかし、ロシア側が賠償金や領土併合なしの和平を要求し、交渉はすぐに頓挫した。12月25日には、ハルキウにてボリシェビキ派のウクライナ人民共和国の成立が宣言され、ウクライナにおけるボリシェビキの新たな拠点となった。同日、ロシアの赤軍は、ウクライナ領内への進攻を開始。 1>, 1月初旬までの間に東ウクライナの大半の地域を占領した。ウクライナ側の守りはボルシェビキのプロパガンダ工作とスパイによる武装機などによってろくも崩れ去った。一方、中央ラーダはウセイボロドホルボービチ首相を長とする代表団をブレストへ送った。交渉団はムイコーラレビーチクイ、ムイコーラリブインシクイ、ムイハーイーロポーロズ。 オレクサ・アンドル・セウルークラ政府の重役によってなっていた。1月1日にブレストへ到着した交渉団はロシアとは別に中央同盟国側との交渉を開始した。トロツキーらはウクライナと中央同盟国との交渉の妨害を図った。しかし、ドイツ軍の武力を必要とするウクライナとウクライナの穀物を必要とする中央同盟国の利害は 全く一致しており、ロシアの介入する余地はなかった。1918年2月9日、中央ラーダの代表団は、中央同盟国との講和条約となる、ブレストリトフスク条約を結び、独王軍が、中央ラーダ軍と共に、反ボリシェビキ戦を張ることで一致を見た。これは、第一次世界大戦で結ばれた、最初の講和条約となり、また、 ウクライナにとっては初めて自国の独立が国際的に認められたことになった。ウクライナは中央同盟国の軍事協力の見返りに100万トンの穀物の提供を約束した。これを受け2月10日にはロシア側代表団のトロツキーは交渉の一方的な打ち切りを宣言した。この時、ボリシェビキ政権はロシア革命に賛同するヨーロッパの労働者たちが 決起することを待ちしていた。また、この時点でボリシェビッキは、キエフを含む中部ウクライナと東ウクライナの大半を手中に収めており、全く油断していたと言える。ウクライナと中央同盟国との講和に驚いたレイニンは慌てて、ウクライナへの懐中策を取ったが、時すでに遅かった。中央同盟国側は、 ウクライナとの交和とロシアとの交渉決裂とに応じて2月18日にロシアとの急戦を破棄し、ウクライナ軍と合同して赤軍占領地へ攻め上った。一方、かねてより中央同盟国との和睦を主張していた赤軍最高総司令官、ニコライ・クルイレインコは2月19日には国会艦隊の司令部官、ゲオルギー・ポベドの説より全軍に対し直ちに戦闘、やめて、 ドイツ軍との和平交渉に入るよう命令する無線電報を発信した。一方、合同軍は続く2週間の間に、ウクライナを奪還、さらにバルト海沿岸も占領した。ドイツ艦隊はフィンランド湾を目指し、そのため赤色バルト艦隊は氷用巡航を強行して、艦船をクロンシュットに退避させなければならなかった。 戦術が稚拙で装備にも劣る赤軍は、独王軍の敵ではなく、今やそれは、ペトログラードに迫りつつあった。ドイツや、オーストリア・ハンガリーの労働者たちへの期待もついえ、ボリシェビキ政権はさらに悪い条件での合意を、余儀なくされた。1918年3月3日、ロシアと中央同盟国との講和条約となる、ブレストリトフスク条約は、ボリシェビキ政府と、 ドイツ帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ブルガリア王国、オスマン帝国との間で調印された。条約によってロシアは第一次世界大戦から正式に離脱し、さらにフィンランド、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランド、ウクライナ及びトルコとの国境付近のアルダハン、カルス、バトミに対する全ての権利を放棄した。 トルコとの国境地域を除くそれらの地域の大部分は事実上、ドイツ帝国に割上された。ドイツ軍の影響下に入った地域では、次々と独立国家が誕生した。また、6月12日、ロシアはウクライナに対し休戦協定を結ばざるを得なくなった。なお、ウクライナでは4月29日に、中央ラーダ政府が平地マンの政変によって倒され、代わって、 パウロー・スコロパード・シクイを主犯とするウクライナ国が成立した。6月にはロシアとウクライナ国は休戦条約を締結し、第一次ウクライナ・ソビエト戦争は終結した。加えてブレストリトフスク条約の調印の後、8月27日にベルリンで調印された追加条約によってロシアに多額の賠償金の支払いが課せられた。その後、 1918年11月13日には、中央同盟国の降伏と第一次世界大戦の終結を受けて、ボリシェビキ政府が条約を破棄したことで、結局、ブレストリトフスク条約は8ヶ月しか効力を持たなかった。オスマン帝国は1918年5月にアルメニア第一共和国を建国したので、この条約を2ヶ月で破棄した。 ドイツと連合国の休戦協定の後、ドイツ軍はブレストリトフスクによって獲得した地域か軍を撤退させたので、様々な国の軍がこの空白地帯を占領しようとした。1919年に調印されたベルサイユ条約で、ドイツはブレストリトフスク条約の執行を受け入れ、1922年のラパロ条約ではソ連ドイツ双方が、 協議されたすべての地域に対する権利と賠償を相互に放棄することが合意された。ブレストリトフスク条約により、旧ロシア帝国領が大きく割譲されたため、条約を受け入れたボリシェビキ政府には左右の立場を、問わず国内のあらゆる層から非難が向けられ、ボリシェビキも分裂の危機にさらされた。実際、ロシアの国家主義者と一部の革命家は、 ブレストリトフスクの講和受諾に激怒し、白軍に加わった。さらにこの争いに乗じて協商国側が干渉し、2年に及ぶ白軍との内乱が続いた、ロシア内戦。この条約を受諾した直後、レーニンは首都ペトログラードからモスクワに遷都した。トロツキーはこの条約を、ブルジョワジー、社会革命家、ツァーリの外交官、ケレンスキー、チェレテリ、 チルノフのような官僚による条約であり、旧体制とプルジョアジーに対するつまらない教であると批判した。またボリシェビキがこの条約で失った地域に居住していたヒロシア人は、この条約締結をボリシェビキの元から地域を独立させるチャンスであると考えた。これらの空白地帯の命運とソ連の西側の国境はこの後の三年半に行われる戦争によって決められた。 ポーランドソビエト戦争は特に激しい戦闘が行われ、1921年のリが平和条約によって戦争が終結した。この戦争により、ウクライナの大部分はボリシェビキの領土となり、ウクライナはソビエトの構成国の一つになった。しかし、バルト海沿岸部やポーランドに帰属された広い領域は、エストニア、ラトビア、リトアニア、ポーランドの領土となり、 第二次世界大戦までソ連の手を離れることになった。その後、1939年のモロトフリッペントロップ協定により、ソ連は西ポーランドに進軍し、バルト三国をソ連の構成国として編入し、フィンランドとの交渉が決裂後、冬戦争が開始された。これにより、フィンランド、西ポーランド、西アルメニアを除くブレストリトフスクによって失われた。 土地はおおよそ取り返したことになった。連合国はドイツがロシアに追わせた賠償はもし中央、同盟国が戦争に勝利した際、ブレストリトフスクと同じくらいの賠償を連合国に要求するという警告であると解釈した。ブレストリトフスクとドイツの西部戦線の危機的な状況の間で、ドイツ政府と最高司令部の一部の将校はドイツが、 東側で得た権益について承認することと引き換えに、連合国に対して、寛大な提案を行おうとした。現代のロシアの西側の国境は、クリミア半島を除き、ブレストリトフスク条約締結時の国境戦とおよそ同じである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。